今ご紹介いただきました東都地区保健連合の代表になっています中川教授です。今新井さんの方からですね、建国記念の日についてのお話がありましたけれども、ちょうどまだイスラム国によるああいった事件があった後なもんですから、そしてまた今日の講演をやっている西村先生の教え子でカメラマンで浅間温泉にいます山本宗介さんという方がいらっしゃいますけれども、この山本宗介さんをはじめとしたしてですね、坂本龍一さんや上野千鶴子さん、内田誠さんなどがですね、この事件を受けての声明を発表しました。その声明をですね、ご紹介をさせていただいて、ご挨拶とさせていただきたいというふうに思います。予算体制の構築に抗する言論人、報道人、表現者の声明。私たちはアイシュと称する組織、集団による卑劣極まりない邦人人質殺戮事件を強く非難し抗議するものである。またこの憎しみと暴力の連鎖の帰結として起きた事件が、さらなる憎しみや暴力の引き金となることを恐れている。同時に事件発生以来、現政権の施策、行動を批判することを自粛する空気が国会議員、マスメディアから日本社会までをも支配しつつあることに重大な危惧を覚えざるを得ない。人命尊重を第一に考えるなら、政権の足を引っ張るような行為はしてはならない。今政権を批判すればテロリストを利するだけ。このような非常時に国民一丸となって政権を支えるべき。そのような理屈で政権批判を非難する声も聞こえる。だがこうした理屈には重大な問題が潜んでいる。まず実際の日本政府の行動や施策が必ずしも人質の解放に寄与するものとは限らず、人質の命を危うくすることすらあり得るということだ。であるならば政府の行動や施策は主権者や国会議員やマスメディアによって常に監視、精査、検証され批判されるべきことがあれば、批判されるのは当然のことであろう。また非常時であることを理由に政権批判を自粛すべきだという理屈を認めてしまうなら、原発事故や大震災などを含めあらゆる非常時に政権批判をすることができなくなってしまう。例えば日本が他国と交戦状態に入った時などにも、今政権を批判すれば敵を利するだけ。非常時に国民は一丸となって政権を支えるべきという理屈を認めざるを得なくなり、結果的に翼賛体制の構築に寄与することになるだろう。しかしそうなってしまっては、他国を侵略し日本を焼け野原にした戦時体制と全く同じではないか。70数年前もこうして物言えぬ空気が作られ、私たちの国は破滅へ向かったのではなかったのか。実際テレビで政権批判をすると、発言者や局に対してネットなどを通じて糾弾の動きが起こり、現場の人々に圧力がかかっている。問題なのは政権批判を自粛ないし非難する人々に、自らがすでに翼賛体制の一部になりつつあるとの自覚が薄いように見えることである。彼らは自らの行動を常識的で大人の対応だと信じているようだが、本当にそうであろうか。私たちは今こそ想像力を働かせ、歴史を振り返り、過去と未来に照らし合わせて、自らの行動を検証し直す必要があるのではないだろうか。日本国憲法第21条には次のように記されている。集会結社および言論、出版その他の一切の表現の自由はこれを保障する。日本国憲法第12条には次のようにも記されている。この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。私たちはこの日本国憲法の精神を支持し、尊重する。そしてこの精神は非常時であるときにこそ手厚く守られ、尊重されなければならないと考えている。なぜなら非常時にこそ問題の解決のためには、さまざまな発想や見方、考え方が必要とされるからである。私たち言論表現活動に携わる者は、政権批判の自粛という悪しき流れに身を委ねず、この流れの席を止めようと考える。誰がどの党が政権を担おうと、自身の良心にのみ従い、批判すべきだと感じる。考えることがあれば、今後も各国さずに書き、話し、書くことを宣言する。ぜひ今お呼びしたことをですね、今日お集まりの皆さんでも共通の認識にしていただければありがたいということを申し上げまして、主催者のご挨拶を変えさせていただきます。今日は本当にありがとうございます。ご苦労様です。はい、ありがとうございました。皆さんこんにちは。こんにちは。ただいまご紹介をいただきました、西村忠彦と申します。今日その建国記念の日ということになっておりますけれども、
この日を我々が考えること、これは今とっても大切なこととしてあるということを、おそらく皆さんはそのようにお考えくださって、今日こんなにたくさんの皆さんがここにお集まりくださったことはとても、私としては嬉しいと思います。今日この話の題を主催者から頂戴しました。それは問われている日本人の歴史認識という題で、このことを考えるのに、このいわゆる格好付きの建国記念の日は誠にふさわしい時ではないかという思いがしてここに立った次第でございます。で私の話は、第一にはその歴史認識ということが一体何なのかという、あるいはその歴史認識が問われているというけれども、それはどういうことなのかということを皆さんと一緒に考えたいと思っております。それからそこで具体的な例としては、この括弧付きの建国記念の日、この今日ですが、そのことを通して考えるということが2番目。そして先ほど紹介ありましたけれども、今日この朝鮮連合から、意見広告が出ていますけれども、そこのところにこういう今のこの国の状況の中で、このなし崩しに若者が戦場に駆り出されていく明日がやってくるという言葉が非常に私たちにこう危機感を持って迫ってくるわけですけれども、このことはやっぱり歴史認識とか、あるいはその建国記念日っていうのが何かっていうことを考えた上でですね、具体的な基礎的な戦争は怖いとか、戦争は人権を無視する踏みにじる最大のものだっていうようなことを抽象的にとかくなってしまいがちなんですけれども、一人のやっぱり70年前に戦争の末期、22歳の若さで、戦場に駆り出されて死んでいった若者のことをご一緒に今学ぶことによって、そのことが私たちにこう実感となって受け止められるんじゃないかというふうに考えまして、3番目にそのことについて、時間をいただいて皆さんとご一緒にと願っておる次第でございます。で、歴史認識ということですけれども、今中川さんが主催者のご挨拶の中で、この今の世の中の世界の現状を映像によって、あるいはその文章によって、人々にこう訴えようという、活動をしている、写真家集団のメッセージを読んでいただいたんですけれども、その中でやっぱり非常にこう胸に響く言葉は、その想像力をっていう言葉がありました。想像力をっていう、で今若者たちの、あるいは大人もそうかもしれませんけれども、その歴史認識ということが問われている、そのことは取り直さず想像力の欠如ではないかというふうに私は日頃考えております。で、その想像力というのは、ただ勝手にこの想像をたくましくしてというその妄想のような、それは想像じゃなくて、やっぱりきちっとした事実を知って、そしてその上でその先に、未来、それが未来であったり、あるいは過去のこと、この歴史認識については、その過去ということが
あれなんですけども、そういうところに想像を働かす、そして考える、そのことが歴史認識ではないかというふうに思うわけです。で、今日私が3つの部分に分けてお話、皆さんとご一緒に考えてみたいというふうに申し上げましたけれども、それらを総合して私はこの頃その傾聴不白っていう言葉があるんです。こういう言葉をしきりに思うんです。ちょっと薄くて傾聴不白に見えちゃいますね。傾聴っていうのは軽も長も軽いという意味ですね。軽い、なんかふわふわひょいひょいというそういう感じの軽い感じという、負も当然これは上ついているという感じで、白は薄っぺらという意味ですね。でまさに今の世の中、特にこの国の状況、これ非常に深刻な厳しいものが我々に突きつけられているように思うんですけど、なんかこの国の首相の言動、あれを見てるとこれやっぱり傾聴不白の一つの姿だよなとどうしても思ってしまうんです。こういう個人的なそしりの言葉を発するなら、それもやっぱり傾聴不白だってやれそうな感じがするんですけれども、でそういうものにやっぱり我々が断固抗っていく、抗う、傾聴不白のように抗うと書きましたけど、このことは大事なんじゃないかっていうことが結論になるかと思いますので、結論を先に申し上げます。で歴史認識ということについてですが、私は歴史認識ってことを思うときに、この今から30年前になりますね、1985年ですから30ちょうど30年前になりますね。皆さんもそこに資料としてこれは、今月の1日の日の新聞の記事をワイツデッカー氏を悼むという記事のコピーを書いてありますけれども、30年前にドイツの大統領、ドイツ連邦共和国の議会で大統領ワイツデッカー氏がアベノの40年、アベノの40年という題した演説をしたんですね。これは非常にやっぱりさすがドイツ哲学や音楽やその芸術の国のやっぱり柱に立つ人の言葉だなと思って感動をいたしました。そこに演説の用紙がこの2月1日の新聞に載ってましたけれども、有名な、その中で有名な言葉は、過去に目を閉ざすものは結局のところ現在にも盲目になるということを言ってるわけですね。過去に目を閉ざすものは現在にも盲目になる。で、再び非人間的な行為を記憶しようとしないものは再び非人間的な行為に汚染される危険に陥りやすいものである。表現は非常にこうやや遠慮しながら言ってますけれども、このドイツのやっぱり、このその時からさらに遡って40年前のですね、ヨーロッパでドイツが犯した、ドイツが犯したと言いますけれども、これは私のようにヒトラーっていうああいう人が出てるということになるわけですけれども、
そのヒトラーのしたことをワイツデッカーは、ドイツ人これはみんなの責任だということを言って、そのことを忘れてはならない、それを簡単に忘れてしまうようでは現在がどうなのか、そしてこれから未来がどうなっているのかということも見ることが見えなくなっちゃう、盲目になる、そういうことを言っているわけですが、私はまあ、歴史認識っていうのは、我々人間の歴史っていうのは本当にどこまで遡って、それが人間の歴史になるのか、その源はもうファクトしてわからない、遠いものになるわけですけれども、でもやっぱり我々が歴史認識っていう場合には、特にこの国の場合には、この国の近現代がどういう歩みをたどってきたのか、そしてその果てに70年前のあの一つの国家体制が終わって、そして敗戦を迎えて、新しい主権在民の国が発足して今に至っているはずだというのが、これがごくおおよその歴史認識だと思うんですけれども、どうもその辺のところがですね、特に若者たちと話をしてみてですね、その辺の理解が、あるいは学習だといった方がいいでしょうか、非常に曖昧であるというか、ないといった方がいいのかもしれないと思うような状況で、そういうところで今日のこの過去好きの建国記念の日っていうのがあるわけなんですけれども、このことも若者たちは、これは国の誕生日なんだ、人間にはみんな誕生日があるんだから、国にも誕生日があって当然じゃないかっていうふうな、非常に何ていうか、おめでたい、それこそおめでたい、誕生日はおめでたいですから、捉え方になっているんですね。でそのところにこう付け込んでですね、この建国、かっこ好きの今日建国記念の日っていうのが、まあ、この国では、設けられているということは皆さんご承知の通りですね。でこの建国記念の日っていうのは何なのかっていうことを考えるときに、やはり私たちはどうしても必要なのは、この国の近現代の歴史というものだろうと思いますね。で今近現代の歴史って今私は申し上げましたけれども、近現代の歴史っていうのは、この国が近代国家として、存在感を持つようになった、そして現代までのということになろうかと思います。でその近現代と言いますけれども、どこでじゃあそれが始まるんだって話になりますが、私は1853年アメリカのペリーの艦隊が日本にやってきて、そして、開港を迫ったわけですね。でそれまで鎖国の夢を、まあ、サボって、国内ではいろいろ戦乱の戦国時代なんていうのもあったり、長いこと、まあその捉え方もまた非常にこういろいろ深く考えてみなきゃならないところがあるんですけれども、ああいう江戸時代というような時代があって、いたんだけれども、そこにその外国からの刺激があって、そしてもう右往左往してというのが、この今やってる NHK の大河ドラマ「花の夕」ってみたいな、あそこにもそういう時代状況が材料になっているわけですけれども、まあ それで今日は時間がありませんので、通算にそのことはことができませんけれども、で1853年からまあ30年ほど経ってですね、30年ほど経って、いわゆるそのこの国も近代国家の体を整えなければならないっていうんで、幕府が倒れて、そして明治政府ができた、そして
とにかくその近代国家の体裁を整えなきゃなんないというので大日本帝国憲法というのが発布されました、1889年ですね。で、まあ、大日本帝国というのがありまして、でこれは大日本帝国、文字通り帝国で、帝国っていうのは上にその皇帝がいて、そしてこう君の支配体制を作っているのが帝国なんですけども、帝国主義って主義がついた時にはちょっとそれはやっぱり文字が違ってくるわけですね。でその頃の、まあ、帝国主義の世界が帝国主義 の中にある。でヨーロッパの列強各国がそのどん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 植民地を拡張して、帝国主義というのは自分の国さえ強固なものを持って、そして政治的にも軍事的にも経済的にも有利を保っている、それがまあ帝国主義なわけですけれども、日本にはその列強の帝国主義、イギリス、まあ、ロシアなど、その前にはまあオランダとかあるんですけれども、がこう迫ってきている。いやはそれはヨーロッパの帝国主義にこの国、我々の国が飲み込まれてしまう危機でもあったわけですね。でそういうものに対抗するためにということで、日本は急遽その富国強兵策っていうのを取らざるを得なかったわけですね。急にとにかく、ヨーロッパに負けないように、まあ、ヨーロッパの科学技術を取り入れて、この国の発展させて経済力も大きくして、で軍隊も強い強大な軍隊を持ってっていうような、そういう国づくりが始まったわけですね。でまあ日清日露戦争っていうのが始まってずっと来て、で、私は1930年生まれです。1930年ですから今85歳ですけれども、1930年に私は生まれましたが、その翌年1931年に満州事変というのが起こりました。日本がですね、その、まあ、帝国主義の波に遅れまいとして、そして、この小さな島国の中に行ってたんだ、どうにもならないからといって大陸にこの手を伸ばしてというか足を伸ばしてというか、そういうことになって、で、まあ、1930年ぐらいですが、それから15年間は、満州事変組に始まって、日中西事変って言いましたけど、日中戦争ですね。それがだんだんこうしていって、まあ、この国では大東亜戦争って言いましたけども、アメリカに言えば太平洋戦争っていうのにのめり込んでいって、そして1945年に敗戦で、そういう動きがストップがかけられたということになるわけです。で、まあそういう国づくりの中で、とにかく天皇制軍事主義国家ですね、強大なそういうものを作り上げるということに、まあ、国を挙げて躍起になったわけですね。そしてその果てが、アメリカをはじめ、もう理性的に考えたらとてもとてもそんなことはとんでもないことだと、まあ、今歴史を振り返って思えばそうなんですけれども、その当時は、国民みんながですね、そういうふうにこう教育されて洗脳されて、よくそのああいうふうになって日本が国の歩みを誤ったのは一部その指導者が悪いみたいなことを言いますけれども、私はやっぱりそういう責任ってものをどう考えるかあるんですけれども、みんなが例えば日中戦争が行き詰まって、そして太平洋に目を向けてアメリカ、憎いアメリカをということで真珠湾攻撃なんていうのがありましたね。で日本の海軍 の航空隊がハワイに出られて奇襲作戦っていうのをやって、かっかったる戦果新聞には書かれていましたけど、まあ、挙げることになるわけですけど、
ああいう時に国民みんなが血を飲ませてですね、いやパーッとこう手叩いてですね、喜んだわけですよね。私はその頃は、小学校でしたけれども、50連隊といいますね、連隊がありまして、そこから中国で出征する兵隊さんを道に並んで日の丸の小旗を振って送ったものですね。そして南京が陥落したなんていうと、その頃でも提灯行列やっているもんで、だからこれはやっぱりみんなの責任ではあるわけですけれども、国がどうしてそういう戦争に、無謀な戦争にのめり込んでいくことになったのかっていう、そういうその歴史認識ってものがやっぱり、あるいはそれに伴う反省ってものが必要だろうと思うんですね。で、そういう国家体制を作るためにさまざまな手立てがなされました。この後小屋さんのお話になりますけれども、治安維持法なんていう法律を作ってですね、もう国民が異議を唱えられないような体制に作り上げていったというのがその一つですし、それからさまざまなことがありますけれども、教育、学校教育っていうのがもう全面的にそういう教育になってしまっていたわけですね。教育庁の手なんかがあったので、それがこの国の教育の究極のやっていう、でそういう中でも出来事の一つとして論題説っていうのがありました。これ皆さんあまり気になったことがない、四大説、4つの大きな国としての祝日ですね。論題説、説で、まずは1年の初めの日、元旦って四方入ってますね。元旦ですね。それから2月の11日には紀元節、これはこの国の起源を、誇りを、別の言葉で言えば誕生ってことにもなりますけどね、を記念し祝う。それから4月の29日っていうのは昭和天皇っていうのがありまして、その天皇の生まれた日だっていうんで天長節、ね、それから11月の3日、これは日本を近代国家に、そのさっきの話で早急にこの近代国家の帝をこう作り上げたその時の皇帝天皇のその偉業をみんなで称えよう、そのおかげで今日本はこういうふうに富国強兵の国になることができたんだ、その功労者である明治天皇をの記念しようという明治説ですね。11月3日、これが四大説というふうに言ったんですが、その時に定められたのは2月11日の紀元節で、人間の歴史なんてのはずわっと遡っていくとそんな定かなもんじゃないわけですね。この日にこの今から2000年も昔にですね、この各々国家の体制が出来上がったわけではないわけですから、だけどそれはその明治になってからの近代国家が成立した、そのやっぱりことをきちっと意味付けるために、神話の世界、の古い時代の改革の物語を神話というふうにね、これも長くは時間がありませんので、その神話に基づいて、日本の国の起源を無理やりこう落ち着けて作ってですね、そしてその日を起源せずと定めたわけで、そういうことの中で国民がこぞってその日本の天皇制軍国主義国家を一致してみんなで称え、そしてその方針とするところには誰も異を唱えずに従っていくと
体制になっていくわけですね。それあの、まあ、この時代は明治時代にできたその帝国憲法、大日本帝国憲法ですけど、これはもう当然のことなら憲法の主役は陳なんですね。陳和って言葉で始まってます。で、陳和っていう天皇が主権、君主、天皇ですね。もうそういう書き方で始まってると思うんですが、で、そういう国家体制がの行き着く果てが、1945年のつまり15年戦争の敗戦ということになるわけですね。で、戦争に負けて、そして、まあ、これはあの国民自体の、まあ、あの戦後日本国憲法ができた、あの日本国憲法がどうやってできたのかということがまた論議のマップになるわけですが、あれは占領軍があの一方的に押し付けた憲法だという言い方がありますけれども、あれは違いますね。この憲法を作ったのは日本人なんです。このことはまた皆さんと一緒にしっかりと国語学習してみたいと思いますけれども、日本人なんです。あの日本人が、あの憲法の原案を作ったんですね。で、その日本人の中心になったのはあの治安維持法で、あの戦中にあの牢獄に入れられて、牢獄の中で終戦を迎えた鈴木康造という憲法学者がいて、その人が敗戦であの解放されて出てきて、そして憲法を作ったわけですね。あの草案を作ったわけです、まあ、そんなことも、あのこれもちょっと長くない。そういうことであの戦前の体制が一新されて、戦後であの民主国家としての、この日本国憲法のもとにという、そういう歴史が始まったわけですけれども、それを良しとしない人たちが強く日本の中におりました。そしてそういう人たちがそのやっぱり戦前のあの体制にこの国を戻したい、私はその人に聞いてみたわけじゃありませんけれども、そういうあの人たちがいてですね、そしてあの戦前天皇制を賛美するその象徴であった紀元節を、あのこれは1967年、に、まあ、時の自民党政権が各界の反対を押し切って、反対っていうのはそれは何のそのがもう理性的な学問的な根拠もないのに、あえてそれをあの国の誕生日だって言って、しかもあの旧体制の中で旧体制をこう称えるための大きな役割を果たした紀元節にその意図を作るというのはとんでもないことだって言って反対したんだけれども、強引にそれは追加されてしまった。それがこの国籍の建国記念日の日に、ね、記念日の日になるわけですね。さて話の本論に行く前に随分時間を経ってしまいましたけれども、でこの1945年に日本は敗戦を迎えた、この時の悲惨さっていうのはもう改めてあのないわけですけれども、そのことを忘れてはならないという歴史認識ですね。それがいかに大切なことかっていうことを、私たちはこの戦後70年で、とりわけ私はさっきもご紹介ありましたように、聞け渡す身の声、あの学業途中で戦場に駆り出されて、そして二十歳そこそこの若者たちが、しかも特攻攻撃なんていうね、これはまあ戦争ってのは大体非人間的なものなんですけれども、これ以上の非人間的なものはないという一つの戦法の中で、命を落としていった、そのことを通してあのこのことを考えてみたい
若者たちにこのことを考えてほしいということで、今年聞けば夏に超え70年の集いっていうのを計画いたしました。そして皆様のお手元にあるこういうハンドブックを作りましてね、そして果実これを全県下の講師率117校の校長先生、人権教育の先生、そして社会科の先生宛てにこれを発送いたしました。とにかくこういうものを作ったので生徒に職に読んでもらって、そして考えてほしいんだっていう趣旨を、で、この聞けば夏に上原良二ということですけれども、その冊子の、1ページ、2ページにかけて、この聞けば夏にこれの歴史的背景ということを、高校生の諸君にはそこから解き起こさないと、理解できないだろうということで、それを、できるだけ高校生の諸君に分かりやすく書かせていただきました。一番表紙のここに笑っている横顔がありますが、これが上原良二の、中学5年の時の写真です。今では高校2年生ですね。昔は旧制中学5年で卒業しましたので、卒業の時の写真です。こういう若者が、次のページを開いていただきますと、写真がありますが、神宮外苑の陸上競技場で行われた出陣学徒壮行会の写真ってなんです。戦局が厳しくなってきて、で兵士たちが広がった太平洋の中心とした広がった戦場で、死んでいく、その補充をするために、この頃までは学業中は徴兵猶予になっていたんですけども、それをやめ、二十歳になったらとにかくもう軍隊行くんだということで、そういうことになって、そしてこの軍隊に急遽行かねばならない学生たちが、こうやって神宮外苑の陸上競技場で10月21日、分裂行進っていうのを、軍隊式な行進をやってですね、そして戦場に、行くわけです。で、上原良二も、この歩兵150連隊っていうのがあるんですが、50連隊っていうのがあったんですが、そこに150連隊っていうのが併設されて、そこに入営した写真があります。急遽もこういう、兵隊になっちゃうんですね。上原良二は、松本中学の5年を卒業して、西洋理事大学の経済学に入って、この時はいるんですけれども、で下に写真がありますが、上原良二っていうのは家族が下の右側の写真ですが、左が3人が3人目がお母さんです。そして右側に息子たち3人がいます。そして左側にその妹、2人の妹がいるわけです。非常にこう仲の良い平和な家族だったわけですが、で右側の写真はお父様が軍医だったものですから、中国に出征したその父親の撮った激励写真で、一番向かって左が長男、大学生で、その次も次男の大学生、そして、3番目が上原良二ですね、中学生ですね、そして妹の中学生と小学生、父さん頑張れと分かってくれて写真を写してるわけですが、でこの上原一家、この息子たちが3人いたわけですけれども、この3人の息子たちが次々と軍隊に取られていくわけです。そして3人とも戦死をするわけです。ただし1人は戦病死でしたけれども、このパンフレットの一番終わりといいますか、7ページ目にこれは市民タイムズでこの上原良二を、取り上げてくださった、
2010年ですから5年ほど前の新聞をここに掲載させていただいたんですが、これはあの、小松義郎さんが今日もおいでくださっていますが、あの取材をされた記事があります。この写真の一番下に墓標がありますね。これは上原家の菩提寺 の息子たち3人のために父親あの両親が建てた小さなですね、白い御影石、有明さんのふるさとの有明さんの御影石に刻んだ木なんですけれども、あの和田の万年寺というお寺のにひっそりと立っていますけれども、私はその、 あのお墓に何度もお参りに行きました。今年になっても行ってきましたけれども、あの本当にその森の前に立つとさまざまな思いがこみ上げてきて、どうしても涙せずにはおられないんです。それは死んでいった3人の息子たちの分かって死んできた無念の思いでもあり、そうやって3人をあの戦争に取られた、まあ私も人の子の親ですので、父親あるいはお母さんの無念さっていうものが即々と伝わってくるわけです。そこの3ページの下のところにちょっとそのことをご紹介します。あのそこに3人の軍人の胸像リリーフがありますけれども、これは息子たちが戦場で死んでしまって、もちろん遺骨も帰ってこない、そういう息子たちへの思いをこういう彫像に作らせて、あの自宅で大事にしていたいるものなんですけども、向かってあの左から、この次男の達夫さんというんですが、これは慶応の医学を出て海軍の部員になって、そして昭和18年に、まあ、あの終戦の2年前ですね、潜水艦でオーストラリア沖のニューヘブライズ諸島というところで、船潜水艦が沈められて戦死をするわけです。26歳。これから真ん中が、それからの向かって右側ですけれども、これ上原良二です。三男ですね。これは終戦の年の5月ですから、この終戦の3ヶ月ぐらい前ですね、沖縄の特攻攻撃に参加して戦死しました。22歳。それからあの真ん中ですが、吉春、これは長男ですが、やはり慶応の医学部出身で陸軍の軍医で、ビルマ戦線で、終戦の翌月ですね、8月15日終戦になって9月の24日に占領士をして、占領士と書いてありますが餓死、あの南方の海であれ陸であれ多くの私たちの先輩が戦争のために命を落としていますが、戦死と言っていますけれども、そのほとんどは6割は餓死だったと言われてますね。このことも考えると、実にこの戦争というものの悲惨に極まりないことを思わせるんですけども、あのさてあの、この上原良二がですね、そうやってあの学生学院を見でありながら徴兵される、そして徴兵されて今度はその航空隊に入れられて、その要するに特攻として立っていって、あの戦死をする訓練を受けるわけですけれども、そういう時、そして最後特攻で飛び立つ前の晩っていうんで、その時々に3通の遺書を残しております。で、あのそれは多くの兵士たちが、あるいは若者たちが、特に学生の場合はあのしっかりした遺書を残しておりますけれども、でその遺書がこの聞け和田杉の声というこの本の中に、57人 の、 あの学徒兵の遺書が載っていますけれども、ね、しかしその遺書というのはね、軍の検閲があるわけですから、国や軍の意向に触れるようなことを書くと全部没になっちゃうんですね。だから非常に立てないの、つまり
我々は今より天皇陛下のために死に赴くんだ、それは名誉なことである。お父さんお母さん、どうかあなたの息子は立派にその日本国民としての責務を果たしたんだと誇りに思ってくださいみたいな、そういう遺書しか書けないんですけれども、この上原良治という人はですね、非常にこの危機に富んだ人というか、茶目っ気のある人だったというふうに、兄弟、妹さんなんかが今おっしゃるんですけどね。それで自分の書いた遺書が、そういう軍の検閲だったり、なんかそのあれを人目をはばかって建前を書くような遺書ではない遺書を書いて、それを非常に面白い形でね、残してるんです。例えば自分の家へ帰省して帰った時に、自分の部屋で机の上に書いてですね、それを自分の机の引き出しに入れて、その引き出しが簡単に開かないように横から細工して釘を刺して、そして兄弟になるお母さんになる、私が死んだら引き出しを開けて手紙があるから読んでくださいというような言った方でね、でこれもいちいち説明すると非常に面白いんですけれども、時間の都合で略させていただきますが、5ページには石川京子さんっていう女性娘さんの凛々しい写真がありますね。これは上原良治も18歳20歳の若者ですから、この素敵な女性に恋心を抱いて、で、しかしこの京子さんという人はもう他の人との婚約をというようなことで彼は失恋をするわけですね。でその思いをですね、書き残してるんですね。これも非常に面白い。彼は愛読書があったわけです。イタリアのクローチェという学者のそれを神五郎が訳した本なんですよね、愛読書。その本の中にね、こうところどころ言葉に字にね、丸を赤丸をしてあるんですね。でそれを拾っていくと、そこにあるような、京子ちゃん、さようなら、僕は君が好きだった、しかしその時すでに君は婚約の人であった、私は苦しんだ、そして君の幸福を考えた時、愛の言葉を伝えることを断念した、しかし私はいつも君を愛している。字を拾っていくとそういう文章があって、そういう遺書の書き方をしているわけです。でその次のところに第書簡と書いてあって、第三の遺書っていうのがありますね。これが特攻隊としての出撃前夜の、遺書ってものは死後に残す手紙ということですから、言ってみればこれが最後の遺書ですね。でそれは少しこう次のページにあたって次のページにありますが、長い文章でもありますけれども、こんなことをあの時代に、その世の中には治安維持法ってなるのがあり、軍隊の規律の中ではこんな女々しいことを言えばって張り倒されて、もしかしたらぶっ殺されてしまうようなことを彼はこう書き伸ばしてるわけです。とてもこの全文を読んでる時間がありませんので、そこで彼が言ってることは、要するに人間の尊厳と自由っていうもの、これが何より大事なんだ、そういうものを大事にしない国はいつか必ず滅びるんだ、今のこの国の状況を見てるとまさにそれだ、しかし私はもう明日は飛び立って死んでいかなければならない、ですから国民の皆さんにお願いがある、どうかそういうことを皆さんが真剣に考えていただいて、この国が人権と自由を大切にする、そういう国になってほしい、その時この国は栄えていくことができるんだ、そういうことがそこに書かれているわけです。6ページの一番上のところだけちょっと読ませていただきます。思えば長き学生時代を通じて得た
信念とも申すべき理論万能の道理から考えた場合、これはあるいは自由主義者と言われるかもしれませんが、戦争中は自由主義者っていうのはもうそのどうしようもねえやつだっていう軽蔑のされる人間とされていましたから、それを踏まえておいてはですね、自由の勝利はしかし明白なことだと思います。人間の本性たる自由を滅ぼすことは絶対にできないというふうにこう言ってるわけですね。そして少しだって権力主義、全体主義の国家、地理的に隆盛であろうとも必ずや最後には敗れることは明白な事実です。21歳の若者がこういうことを地を汗にして徴用としてこう言ってのける。でこれはそのページの一番下、6ページの一番下の解説がありますけれども、そう読みください。20年5月10日11日の朝飛び立って彼は戦死するわけですけれども、5月10日明朝の出撃が決まった夜、高木敏郎報道班員は三角兵舎にいる両親に目を取り、今の気持ちを書いてくださいと語りかけ、責任を持って私があなたのふるさとのお父さんお母さんに届けるかということを約束したんですね。でそこにやっぱり明日死の文句上原良二とその話しかけた高井報道範囲とも人間的な信頼関係があったんで、彼はこの遺書を書いて、ね、そして高木報道範囲に手を出して、それが両親と妹たちの待つ有明に直接届けられた。こういうことなんですね。私たちは高校生の諸君にとにかくこういうことを考えてほしい。そして今日本がどういう方向に行こうとしているのかということを本当に考えてほしい。それがこの22歳で死んでいった君たちの先輩、希望の戦争の時代空気の中で死んでいった先輩の後に託した思いなんだということを伝えたいということで、こういうことをしております。皆さんにどうかそのことをご理解いただいて、ご協力をいただきたい。たまたま今朝の朝日新聞にお手元にしました、この諸国大の向こうに光を当てという戦争や平和を考えの様子記事が出ておりましたので、ちょっと見ていただきましたが、この家族の中にこれはいろいろなところにこれを訴えてということで、この文章などがついていて大変失礼なんですけれども、そこにこの70年の集いというのをどういうふうにしてしようとしているのかということがご覧いただければ分かるかと思いますので、どうかご理解ご協力をお願いしたいと思います。で特にこの春夏、秋、冬とこう今年1年四季にわたって、そういう催しをしたいということを、ね、とりわけ8月15日今年70年の終戦記念日の日には、M ウィングで、高校生を中心としたそういう催しがありますので、ぜひ足をお運びいただければありがたいなというふうに思っております。時間が来ましたので、歴史認識ということですけど、私はこの本をもう誰から構わず進めております。でそれはこの本800円なんで、
そんなことないだろ。で、これはもう世界史の図録です。で、私なんかは戦中に中学時代を過ごしましたので、この歴史の勉強っていうのはほとんど日本史も世界史もしてないんですから、これなんですね。そういう人間だもんですから、例えばラジオのテレビのニュースを聞いていてですね、今例えば中東でああいう状況がありますけど、そういうことを理解することが非常に、なんかこう、うまくできないので、でこれを家の辞書のところに並べて置いてありましたね。何かというとすぐこう取り出して、このどこにそれがあったっけ。例えば今のイスラムと、それからイスラムがああいうヨーロッパ社会、あるいは世界の中で、どういう、なぜああいう状況に置かれているんだっていうのは、やっぱりこれをひもどいてみますとね、非常にどういう経過でああいう宗教を持って、その宗教がどういうふうにこの世界の中に気を占めているのかっていうことが、非常に分かりやすく書いてある。こう図版でね、で私も若い人に、誰からもなく辞書あるだろって君たちに、とかこれ一冊買って辞書の横に置いといて、何か分かんないことあったらこれをこう参考にするといいよってなふうに勧めて、自分でこの本を10冊ぐらい買ってあってあげたことも言いますし、そういうふうに勧めてっていうのもあるんですけど、ね、これはこの前10年前に気休みを超え60年の集いっていうのをやりました。その時にもこの地域の高校生が非常に協力してくれて、日本中から来た人たちが信州の高校生はすげえなって言って帰ってくれたんですけど、ね、その時に深志高校に行って演劇の指導をしていた世界史の先生でね、小川浩二っていう先生がいらっしゃって、その先生が仲間と一緒に編んだ本なんです。とてもこれはよくできています。ですから我々のその歴史認識をですね、そんな固いこと言わなくてもですね、これ読んでて非常に面白いんです。人間の歩みが、世界の歩みが、そしてこの時代はそうか、こういうことだったのかというようなことなんですね。例えば今私ここパッとここに紙がある。でこれの225ページを見ますとね、このところにこのいろんなこう本に仕掛けがしてありましてね、例えばその世界を動かした200人の人というね、世界史の中で膨大な長い広い世界の中でその世界の歴史を作る、あるいは歴史を動かす上で非常にこう何と言いますかね、存在感のあった人っていうのがね、こうずっと200人挙げられています。例えばこの少し前のところを見ると、アンネ・フランクなんかが出てたりですね、それからスターリンが出てたりですね。でこの225ページにはなんと世界を動かした200人の中の178番目こうプルジンになってきますからね、にある特攻兵士の死っていうんで、アジア太平洋戦争の末期に日本の展開した作戦が特攻隊攻撃であった。学徒出陣の若い兵士らが敵に戦闘機や人間魚雷ごと突っ込み約6000人が死亡した。戦後に戦没学生の遺書を編集した菊和田澄の声岩波文庫の冒頭にある遺書は、1945年5月11日に沖縄の海で特攻した上原良治のものである。彼はこの中で最終的に勝利するのは自由主義であると述べ、特攻を精神の国日本においてのみ見られることと厳しく批判して、この戦争の大義に疑問を持ちながら戦争の担い手にならねばならぬ苦悩を述べた彼は、ただ願わくば愛する日本を偉大ならしめられんことを国民の方々にお願いするのみですと、自由の実現を後世に託し、鹿児島県治安秘書を市長を取り立ち、
3時間後に沖縄で戦死した。こう彼を世界史上のそのあれにちゃんと位置づけてこの本は書いておりますけれどもね、あのそんなことで、あの時間になりましたのでこれで終わらせていただきますけど、ね、一つだけあの上原良二のことを我々がこう忍ぶときにね、必ず歌を歌います。それは上原良二が生前とても好きでよく歌っていた、そーっと歌っている、そーっと歌ったというのはこれは英語の歌なんですからね。あの頃英語はもう適正国語で学校でももうあの英語の教科はまさになくなりました。ですから私なんか中学の1年2年の時ちょびっと英語を習っただけで専門で組んだんです。で、上原良二はその好きな歌が英語の歌なんですね。で、彼はそーっと歌ってました。で、妹さんたちが兄ちゃんそんな歌を歌ってると憲兵隊が引っ張りに来るようなんて心配したって言うんですけどね、それはあのふるさとのアメリカミーの、ね、ふるさと の家で息子が遠く志を立ててですね、戦争では戦争かもしれません、出かけて行っちゃった、その息子が帰ってくる日を一生懸命待っている母親も、それをその母親と息子の気持ちを歌った歌なんですけどね、あの今までは谷間が楽しいっていうふうに訳されてますが、あの上原良二が好きで歌っていた歌を歌わせていただいて終わりにして、There's a lamp shining bright in the cabin. In the window it's shining for me. And I know that my mother is praying for the boy she is longing.When it's lamp writing time in the valley, then in dream I go back to my home. I can see that my mother is praying for the boy she is longing to see. どうもありがとうございました。